ダビラタイスレバニアミよろしくお願いします。はい、ということで今日はヒート、うん、ちょっとね、うん、沖縄のフルーツを使ったフルーツポンチを作りたいと思います。おキラキラ、なんか今までと路線が違うね。違いますよ、キラキラしてる。まあ、たまにはね、バイサイいつもちょっと沖縄のアンダーギーとか ね、うん、そうだね、まあ、そういう系だとちょっと爽やかに、はい、ちょっとね、挑戦してみようかなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何作る？さあ、まず材料なんですけども、はい、沖縄のフルーツ、はい、代表的なものがパイナップル、はい、そしてじゃん、出た、ドラゴンフルーツ、もうザ沖縄じゃないですか、ね、はい、そして王様だね、メンゴー、贅沢なフルーツポンチだな、はい、使って、あの、まあ、フルーツポンチを作っていきたいと思います。はい、最初ゼリーから作っていきたいと思いますが、はい、まずゼリーといえばゼラチン、ゼラチンを使いますよ、うん、はい、そしてサイダー、サイダー、そしてこれ、うん、ナタレココゼリーサイダー味って書かれてますこれもね、使って、はい、映えさせたいと思いますということで50歳映えに挑戦、映えに挑戦、まずこのゼラチンね、うん、これを溶かしていきたいと思います。はい、これが500だから、うん、だいたい、そう言ってよ、 これぐらいかな、とととととと、え、あ、もうちょいかな、本当に、うん、あとちょっとだよ、本当に、はい、はい、よし、オッケー、いいと思います、はい、そうだそうだ、もう一つ、じゃーん、乳酸菌飲料に作りまーすそんな説明の仕方ある？カルピスだと思うけど、まあ、カルピスですこれもじゃあ大体200かなっていうぐらいね、これと同じぐらいでしょ、うん、はい、はい、オッケー、いやいや、そんな変わらん、変わらんかな、あ、でもよ同じぐらい、すごいさ、目分量にしたら最高じゃないさあ、これにね、うん、ゼラチンを1袋で 200ml だから1袋ずつで、うん、お湯が 50ml ということなんですけども、うん、ちょっとね、今日計量カップがちょっとないので、うん、カレー用スケールをこれとこの大きいところ10なので、でこれをですね、ヒートにちょっとお湯をこっちに注いでいただいて、はい、でめっちゃ少ないなんかめっちゃ軽かった、今びっくりした、結構思ったよりね、もう目分量最高だね、もう大体当たってる、はい、これで100ぴったりだったんですよ、1杯10だから5回ね、5回ね、はい、1、5、はい、いいですね、じゃあちょっとカチャカチャしてね、これはこれどうすんのこれこういうね、洒落たのちょっとなかなかね、日頃作らないんでね、順番とか何も考えないんですよね申し訳ございません、あー、これなんか、なんか動画で見る、いろいろあー、めっちゃ色だな、うん、切っていいよ、ヒートがね、まあ、好きなように切ってください、で、まあ、好きなところに入れてください、好きなところに入れる、まあ、まずはサイダーに入れます、あ、すごい綺麗、綺麗よ、ヒントはここでダイビングできそうだね、ここは無理だな湯しか入らないよ、映えてるよ、映えてるよ、映えてるよ、さあどうなるんだろう、じゃあ、はい、入れるよ、ということで入れてください、ヒント、はい、これね、こっちもね、はい、いいっすね、はい、そしてちょっと軽くね、カチャカチャしてもらってね、綺麗だね、綺麗な、1本でいい、もっと入れる？もう一本入れるか。もっと入れる？結構癖。はい、ということで、はい、この状態で冷やしていきたいと思いまーす。静かによ、ビジュアル。じゃあよろしく。おやすみ。1時間ぐらい固めて、うん。はい。じゃあ次の工程楽しみにしてください。こう。はい、ヒート続きまして、うん、はい、今ゼリー今冷やしてるんでね。うん、肝心なトロピカルフルーツ。イエーイ。切っていきたいと思います。
まず火との馴染みがあるマンゴーから切っていきましょうか。そんなまでないし毎日食べてるみたいに言わないで。はい、まずはですね、うん、このマンゴーの切り方はですね、はい、ここでね、真ん中にね、ちょっと大きい種があるので、うん、ちょっと種を避けてですね、こういう風にね、切っていただきたいと思います。はい、お、いいじゃないですか。いいの、こんなんか。あ、いいの、いいの、いいの。後でまたね、あの種の前にそぎ落とすから。いいね、ほら。見て。そうそうそう。結構分厚いんだね、真ん中。そう、分厚いの。結構ね、平たくて大きいんだよね。ちょっとね、横もこう切って。そう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 。あ、おー。見えた。いいですね。うん、魚さばいてる。魚をここに置くっていう。これね、高級な食べ方、うん、でここのね、皮を突き通さない程度にこう縦、横っていうふうにね、格子状に切っていきます。あ、いい、いいと、素晴らしい、いい感じで、そしてね、うんって、わかる？うんってやって、うんってね、そう、せーの、うん、いやめっちゃいい匂い。いい匂いだな。よだれが。はい、ということでね。さあ、皆さん。あ、やばい。このまま食べたいな。超贅沢じゃん。続きまして。はい、どっち行きますか。じゃあ、お、来た。ドラゴンちゃんから。本当にわかんない。ここが頭で、こっちお尻なんですけど、うん、こう、ふいぽんって。縦半分。はい、縦半分に。紫、紫、これをちょっと熟すと手でさーっと切れる、むけるんですけど、どうだろう。あ、いける。本当だ、すごい。そうそうそう、あー、うまそう。もうこれで美味しい。はい、ということでね、これね、ここでいいかな。はい、あの色も無事。やば、すごい、すごいね。ちょっと水でね、続きまして、沖縄パイナップル、まずはじゃこの青葉っぱね、切っていきましょう。上から、うん、えい、よっしゃー、はい、しー、はい、これね、行きましょう。はい、もう上から、うん、ただ皮沿って、そうそうそう、ちょっと渋い的なね。渋いものからちょっとこう4つに切っていただいて、ここが芯かなと思うところをざっくり切っていただいて、ちょっと残るとね、うん、硬くてちょっと食べにくいので、ね、ちょっと思いっきり一口大にね。あ、もう本当に食べたい。これはね、ちょっと違う器に入れましょうか。そうだね、うん、あ、もうサマーですね、本当に。はい、というわけで、はい、めちゃくちゃ大量のパイが切り上がりました。バナナ並みだな。確かに。はい、このね、リッツを使ってフルーツポンチ、うん、作っていきたいと思います。はい、さあ、ゼリーが固まりました。じゃーん、これカルピスとヒートのところは、あ、なんだよ、またでここゼリー入れた、はい、そう、サイダー固めたやつ、サイダーゼリー。これ実はゼリーが固まるまでちょっとフリーザーに入れたんですよ、うん、冷凍庫、冷凍庫、うん、フリーザーって言わんだ。あれ、言わない、まあ、沖縄だって言わなくはないけど、めっちゃシャリシャリでうまそうなのよ、これ。じゃあもう、はい、入れていこう、入れていこう。はい、ぜひ。はい、あー、贅沢だよ。キンキンだな、パイナップル。贅沢で、次が来たよ、来たよ、全部この色にする。何回見てもすごいな。あ、全然違うね、もうちょっと割れてるよ。そしてもう一つがゼリーを入れていきましょう。スプーンでね、チュルンとすくって。わあ、すごいね。わ、いい、やばい、いいの、めっちゃ綺麗。もう海さ、はい、ごめん。でも、隠すな。台無し。今回のメインイベント、うん、なんと、この、よくね、あるさ、うん、動画に、うん。それもね、うちらもやってみたいと思います。これなー。サイダーにラムネを入れて、シュワーってかけたい。いけるかな。待ってよ。ここまで飛ばんよね、ビュート。いや、それはない。ない？まず何個にする？え、でもここはほら、目分量のうどんが。あ、じゃあいいっすか？うん。じゃあ、3。多いか？いや、3少ないかな。知らん。5いきますか？
じゃあ溢れたら、うん、あの途中でキャップするっていう。ちょっとうどんがちょっとあの。いくよ。はい。じゃあ3、2、1、ゴー。あ、おお。止まらん。こぼれる。あ、大丈夫。いけるいけるいける。あ、ちょうどいいぐらいじゃない。ではでは試食実食いただきます。うん、うん、おいしい。爽やか。爽やかね。あれだよ、ドラゴンフルーツ自体はそんなに味があるわけじゃないんだね。なんていうの、キウイみたいな食感に。うそうだね。う、甘みはそんなに強くはない。不思議な味。マンゴー甘っ、渋い。いやでもさ、これさ、沖縄の果物ってやったけど、うん、いや違う果物でもいいよね。全然アイスとか入れても美味しいってよ。美味しいさ、もう絶対美味しい。絶対美味しい。何でもいいよ。何でもいいよな。いやいやいや、マイナスなのアレンジをね、聞かせてね、あの何でもできるよっていう、はい、ということで、ぜひお家で試してください。はい、点数は、おお。さあ、沖縄フルーツポンチの点数は、はい、ドルル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